はい、ということで配信テストストリームですね、はい、始まりました、はい、よろしくお願いします。いつものように、はい、バテルの坂見です、よろしくお願いします。はい、カムイエンターテインメントの日浦です、よろしくお願いします。はい、録画、初めての録画、そう、録画なんですよね、はい、はい、なので多分ですね、いつもと見てる感じ違うと思います。言葉と言葉の間切ったみたいな、なんかそんな感じで編集に多分なってる気がするので、また見てる感じが違うかもしれませんが、はい、楽しんでいただければなと思います。まずですね、ついに前回の時にプレゼントを当選者が出ました、はい、こいつですね、シスター系お手製のおしゃれマスクなんですけれども、こちらの方がチャンネル登録をしていただいた方で、チャンネル登録したよっていう風にコメントをあの YouTube の方に入れていただいた方にですね、プレゼントしてるという、まあ全員じゃないんですけども、1回につき、1人2人ぐらいやっていく感じになると思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、ということなんですけども、なんだかんだ言いながらこれが6回目になるんですかね、配信6回目、5回目です。前回5回目で、で、5回目が、Zoom でチャレンジしてみてってなんですけど、Zoom ね、やっぱり覚えたらすごいいいですよね。いいですよね。いろんな形で使えるかな。はい。まあ、前回あの柿本さんも言ってはりましたけど、今いろんなそうジムとか道場とかでもね、Zoom を使ってその生徒さんに指導されてたりとか、子どもたちもね、学校で、Zoom というか配信使って先生が授業されてたりとかみたいなことも起こってるみたいですし、僕は実は今年の9月から大学で教えることになるんですよ。でそこの大学も今開けないじゃないですか、3密アウトやから。だから大体配信授業が中心になってるらしくて、で多分 Zoom 使われてるみたいな感じなんですけど、なかなか社会インフラにもなりつつあるということで、やっぱズームは覚えといた方がいいというか。そうですね、まあ、配信、まあ、カメラ付きの配信なんで、まあ、ズームもあるし、LINE とかね、メッセンジャーとかいろいろありますけど、まあ、ズームが一番なんか使われてるような感じはします、ね、まあ、なのでこの辺は皆さんで覚えといた方がいいのかなという感じですね。はい、まあ、我々もちょっとチャレンジしつつ慣れていこうという感じで頑張っておりますので、はい、見ていっていただければなと思います。はい、はい、あの前々回、僕が紹介した本というか、あ、そうなんですよね、はい、売り切れって聞いたんですけど、そうなんですよ、僕ね、あの小坂部さんがここで今すぐ書けの文章法っていう、はい、あの本を、すぐにですね、僕あのこの配信が終わってすぐに Amazon でポチったんですよ。ところが、未だに来ません来てません。で、未定って入っててなんでやろって調べてみたら売り切れだそうです。はい、すごいですね。すごいですよね。その、まあ、あるユーチューバーさんが言ってはって、はい、まあ、すごい人気の方なんで、はい、多分その影響かもしれないですけど、ね、まあね、どんだけ在庫があるのかは分かんないですが本が売り切れるってすごいんですよ。やっぱりそのユーチューバーの方の、ね、影響力って、ね、もしかしてものすごいのかなっていうのを、いやいやいや、感じましたね。ね、本当すごいです。僕はすぐ買えたんですよ。見てすぐやったからね。で、うん、で多分1週間経ってないですよ、言ったの。そうそうそう。それぐらい影響力、ね、やりたいですね。やりたいですね。やりたいですね。はい。ね、やっぱほんまに、はい、でもね、言うといいことのね、影響力。そうなんですよね。いい話をね、はい、宣伝して、はい、やっぱ皆さんとね、共有できたらすごい。逆に言うとね、やっぱ変なこともそういうふうに広がっちゃうんで。ああ、まあ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 。その辺は気をつけないと。そう、ま、全くその通りですね。はいはい。まあ、できるだけこういうね、配信とかやりながら、まあ、自分たちの情報もそうなんですけど、いろんなその、まあ、仲間であるとか、世の中で起こってるこういうことに携わってる人とかのお話とか、この中でもこうちょっとでも紹介したりとかね、できて皆さんの何かためになることができたらなと思ったりはしてるんですけど、そうですね、ね、有名な方とかはね、結構やってらっしゃるし、まあ、音楽やってたある方はね、あの星野源さんとかもね、はい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 、歌ポンってやったらそこにね、そうですね、コラボする方もいっぱいあって、ね、すごいね、いいなと思いますし、サッカー選手の誰でしたっけ、名前忘れました、あのリフティングしながらはい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 やってるやってるやってる、絶対成功しないテーブル引きをやるとすごい受けてるみたいで、ね、やっぱり影響力ある方がやるとすごいなんか面白い、あの、中身はすごい、ね、申し訳ないけどくだらないことなのに、あのやっぱ元気づけられるというかね、いいなってやっぱ思うし、まあ、こんなすごい人がこんなくだらないことやってんのっていうのは注目しますよ。そういうなんか元気づけられる言葉に発信できたら一番いいのかなと。有名じゃないかもしれないですけど、僕らまだまだね、なんですけども、まあ、そんな僕らが発信しつついろんな人とつながっていけて、まあ、そういうムーブメントみたいなのがここから作れたら、面白いなと思ったりはするんですけども、そんな感じで頑張っていきたいなというふうに思います。はい、あの
まあ、本の続きなんですけど、はいはい、何かしらそのなんかおすすめの本とかがあるんであれば。そう、前回は僕木に学べを出したんですよね。で、今回ちょっと僕、まあ、おすすめというか、まあ、こんな時期なんでね、大阪人の格言っていう本があるんですよ。でこれ結構面白くて、小杉南銀さんっていう人が書いてあるんですけど、あの、なんですか、大阪の人がよくやりがちなこととか、そういうのを集めた本を書いてる人なんですけど、でそこにその大阪人が言いそうなことめっちゃいっぱい載ってるんですよ。借金で苦しんでるおっさんが言った一言とか、なんかそういうのがいっぱい乗っかってて、そう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 、あ、それも面白い、これ結構ね面白いっていうかね、なかなかね真実味があるというか、僕らあのセリフをどっかから拾ってくるというか、あの、あ、この言葉いいなと思ってメモっときたいみたいなんてあるんですよね。映画とかドラマとかその演劇とかね、そういうやる人ってなんかこう止めとこうみたいなのをやるんですけど、もうその本ってもう宝庫、ものすごいいっぱい載ってて、で何っていうのを今言うとこれは著作権触れたりとかするのであえて言わないですけど、これがね徳間文庫で、絶版です。絶版してます、絶版してますが、アマゾンとかで中古品が出回ってるので、あ、はい、あの大阪人の格言、小杉南銀さんの、徳間文庫で出てるやつです。これはね、あのこういう時期にちょろっと読んでもらうとなんかクスって笑ったり、あのちょっと元気になったりする本なんで、まあ、ぜひぜひ読んでほしいなと。時間あれば。はい。はい。はい。あとちょっとうちの店の方からなんですけど、はい、あのまだまだクラウドファンディング、あのずっと言ってるんですけど、はい。はい、あの応援していただける方、クラウドファンディングやってますので、ぜひぜひご協力の方よろしくお願いします。なかなかその、やっぱり営業ができないんです。はい。あの、緊急事態宣言が伸びちゃいました。5月いっぱい。とりあえず今5月いっぱいは、はい、営業できない形になってますので、とりあえず営業の方をあのずっと存続していきたいので、ぜひご協力の方よろしくお願いします。モーションギャラリーっていうところで、はい、あのクラウドファンディングやってますので、ムービーズカフェマテリアル金町です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。はい。はい、ではということで、では、はい、本日のゲスト、はい、ご紹介したいと思います。はい。ということでですね、新生会、空手道新生会の、尼崎支部の、松井敦史師範です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今、道場ですよね。道場です。はい。もう尼崎の駅降りてすぐのところに尼崎東道場っていうのがあって、まあ、そちらの方に今いらっしゃるっていうことなんですけども。何線ですか？ JR。あ、JR 尼崎。JR 尼崎の、西の方ですね。南の、南口から。東の方ですね。東か、東や。東側のところです。はい。南東ですね。はい、南東ですね。南側。そうそうそう。はい。はい、ということで、実はあの、映画吉尾のこの映画吉尾ですね、映画吉尾の空手監修というのをやってもらってて、アクションの中でちょっと空手家が出てくるんですよ。その空手家の、技をね、どの技を出すとか、どういうつながりをするとかっていうアクションの監修を実は、師範の方にはお願いしたんですけども、どうですか、あのね、今もちょっと出ましたけど、その緊急事態宣言伸びちゃいまして道場閉めてらっしゃる状態だったんですけども、今どんな感じですか？道場、まあ、5月6日まで閉めてて、でここからどうし、そこからどうしようかという話で、まあ、一応5月12日、はい、だから一応平日はあの、まあ、稽古を再開して、で土日はこういうふうにオンラインを使ってにしようかなと思っております。まあ、なかなかそれって結構決断だったんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、5月31日まで休みっていう考えもあったんですけど、うん、まあ、やっぱり公園なんかを見回って、うん、でまあね、親御さんたちの意見なんかも聞いて、うん、やっぱり、ね、どうしても家の中でじっといてる子っていうのはやっぱ少なくて、そしたらまあ外に遊びに行ったり、もう外に遊びに行くとやっぱりまあ遊具なんかも触ったりする。そしたらやっぱり道場を徹底して消毒させて、うん、マスクさせて、で窓を全開にして。やった方が親御さんも実はそれを期待してるという声もあったので、じゃあ一回それでやってみようかと。実際、ね、それがいいのか悪いのかというのはもう全部、ね、やってみないと分からないけども、そういう決断を、ね、ちょっとしました。なるほど、そうですね。まあ、でも確かにね、僕の家の近所なんかでも、ね、公園ですごい遊んでるお子さんたちとか、夕方になって お母さんがお家帰ってきてから、うん、あの子供さんとね、あの家の近くであのバドミントンやってらっしゃるとかね、そういうのを見かけるんですよ。
で、まあ、そりゃ子供はね、じっとしとけって言ってもね、遊ぶのが仕事ですからね。で、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、それを我慢ずっとさせてるよりは、確かに空手なんかやってらっしゃるんだったら、まあ、道場でね、発散してもらう方が、ある意味、まあ、安全といえば安全なんかもしれないですね。そうですね、はい。生徒さんのその対象年齢っていうのは、何歳ぐらいから何歳ぐらいまで？もう下は幼稚園の年中さんなんで5歳になる子から、うん、で、まあ、少年部は一応6年生ま でその後中学生からは一般部も教えてますので、うん、中学生から最高齢は83歳。おー、すげえな。83歳ってすごいですね。その10人時から、10人時からやりはるのは、そのやっぱりその少年部とか一般部とか全部やりはる。そうですね。一応少年部もやって、夕方で夜から。なるほど。わかりました。オンラインでやるって、ズームですか？そうですね。ズームでできればなと。はい。まあ、何回かいろんな、まあ、講座みたいなのをちょっと試しではやってみたりして。実際ね、今日もね、この録画の前に別の、まあ、ここじゃなくて別の道場で別の配信のね、クラスもちょっと担当されたりとかしてたんですよね。そうですね、ちょっと、はい、別の、はい、道場というか、まあ、同じ先生からなんか道場のオンライン講座に、まあ、ゲスト出演でちょっとだけ指導してきました。今さっき、その天ヶ崎支部っておっしゃってましたけど、その どれぐらいの全国規模でやってはるんですか？いや、うちは、まあ、全国にも支部があるんですけど、その中の天ヶ崎と伊丹の2つですね、僕がやってるのは。まあ、もともとね、まあ、話ややこしいかもしれないですけど、もともとがね、あの制度会館から始まっていて、で、そこからね、あの分かれられたあの流派で、新世界っていう、まあ、新しい流派なんですけどね、そちらの方の伊丹と尼崎の道場を師範兼務されている。なるほど。はい。じゃあ今日 のちなみに、ごめんなさい。ちなみに、あれですよね、だから、松井さん、アンディ・フグとか知ってるんですよね。実は僕もあの K1 の、まあ、前座ではありますけど、リングには。そう、上がってたんですよ。そうなんです、プロだった。練習させていただいた時期はあります。そうです。だから、K1 ってほら、最初の頃の選手って、僕らの世代とかだったら、すごいアンディ・フグがおったりとか、いろんなね、あの選手がいたじゃないですか。うん、はいはいはい、だからああいう選手たち、ピーター・アーツとかね、うん、そういう人たちと同じリングに上がってはったんですよね。そうですね、同じリングで打っちゃっていいのか、まあ、はいはいはい。まあ、ジャパンのリング上がってましたもんね。そうですね。K-1 ジャパンの方。でも、はい、あの、上がらせていただいて。武蔵さんとか、タケルさんとか、うん、まあ、タケルさんもあの、今のタケルとの、先代のタケルといるんで。あれですよ、そうですね、はい、武蔵さんとか、まあ、佐竹先輩とかは、まあね、今でも顔を覚えてくださって、はい、覚えていただいたりとかしていただいたりとかして、はい、金太家さんとかね。そうですね、はい、すいません、あの格闘技オタクなのでついついいろんな話が出てしまうんですが、はい、まあ、そんな松井さんが今日はちょっとなんか面白いことやってくれるんですよね。そうですね、僕の中で、まあ、いろんな授業、まあ、部活という、ね、あのイベントの中で、空手の部活の中で、漫画っていう授業を。ね、これ、説明しないと分かんないですよ。部活って、あの普通みんな部活ってクラブ活動と思うじゃないですか。違うんですよ、この人たちがやってるのは武道の部、武道の活動ということで、部活っていう名前で、はい、空手だけじゃなくて、いろんな、ね、流派というか、流派超えていろんな人たちが、その武道をみんなで楽しもうという活動をされてるんですよ。はいはい、で、まあ、あのすごいのが、まあ、兵庫県だ、大阪とかだけじゃなくて、まあ、東京とかでもね、セミナーされたりとか、活動が実はいろいろ広がってる中で、漫画という、まあ、僕が自分勝手な授業を作ってですね、僕漫画すごい大好きなんで、その漫画からでも、その漫画をイメージして、実は空手の時でもあのやってるから楽しいですよっていう話を、はい、まあ、させていただいたけど、で普通空手なんやから空手漫画と思うじゃないですか。空手バカ一代とかなんかいろいろある、まあ僕らが世代なんで、あの、はい、そんな話が出てくるのかと思ったら、今日は何ですか？初めの一歩です。ボクシングやんけ。はい。あので僕ら運動伝統空手なんで顔叩けないんですけど。そうですよね。そうですよね。そうなんです。はい。
でもここだけで無理やりね、すごいやっぱ勉強になるし、はい、そういうふうにガッと面白いっていうのを伝えたいなと思って。なるほど。はい。はい、では、今日は初めの一歩の、お話ということで、はい、お願いします。させていただきます。はい。じゃあまずはですね、初めの一歩の、まあ、はい、見ていただきたいんですけれども、はい、34巻、これ表紙覚えておいてください。はい、はい、はい。ちょっとこれやっておきますね。はい、お願いします。はい、34巻、はい、ありがとうございます。はい、一歩がもう日本チャンピオンになってまして、はい、相手が田中和といって、はい、一歩はまあフェザー級なんですね、はいはい、フェザー級チャンピオンで、この真田和っていうのはまあ今でいうスーパーバンタムなんですけど、ジュニアフェザー級のチャンピオンが階級を上げて一歩に挑戦してきた、はいはいはい、これほとんどお医者さんなんですね、はい、でこの選手の使うツバメ返しという技を紹介したいですね、はいはい、でも完全に見たらね、アッパーカットです。はい。はい、アッパーがね、一歩が続きました。はい、下から、右だ、右アッパーだ。右アッパー、しかし効かない。大勢のガードが硬い。で、なった時に一歩がパッて言ったら、あ、もう一度、右をダブルのアッパーだと。大丈夫、このままガード手を抑えられる。抑えて反撃だ。もうドキドキしますよね。もうめっちゃドキドキしますよ、これはね。はい。次のページいきます。はい。次のページで、はい。なんと、この瞬間は、すり抜けてるんですよ。そしてトレーナーが、トレーナー同士の会話で、リングの中に、ツバメは2羽いるよ、と。王者の顔が跳ね上がった、あれほど硬いガードがいとも簡単に突き破られた、一体何が起きたのか。俺ぞつまめ返し。ただのアッパーのダブルが当たるんですよ。うん、ただこれね、からくりね、この漫画、この絵見たらもう分かるんですよ、実は。おこの絵にも答え出てるんですよ。出てるんですね。はい。出てるんですよ。なぜすり抜けたか。うん。なんでなんですか。なんででしょう。じゃあ、正解は、なんとですね、これを。はい。見抜いてたのは、この会場にいた、一本先輩の高村守る世界チャンピオンです。はいはいはい、高村、高村。はい。この時は世界チャンピオンに高村大好き。ただ世界挑戦するかどうかっていう時に、もう、なるほどね、分かってるんです。縦のアッパーだよ。やっぱ、自社から上に打つ縦のパンチですよ、ね。そうじゃないと。手の甲を、相手に向けて打つ、手を横にして打つ。次、縦ですよね、はい。手の甲を縦にしたのさ。これなんですよ。もうこれがまさしくからくりなんですよ。で、この縦の拳の形、ちょっと覚えてくださいね。だから、はい。ごめんなさい、前のページに戻ります。はい、ここ。はい。一本のグローブの間。はい。グローブが縦にすり抜けてますよ、ね。はいはいはい。そうなんです。これがつまめ返しの正体なんですね。もう、楽しかったですね。すごく楽しかった。はい。だから縦の、こう打っといて、ガード差しといて、この差ですね。これ実は7センチの差があるんですね。7センチもあるんですか？7センチも差があるらしいです。はい。あのグローブをつけた。17センチと10センチになるらしいです。へぇ、はい、しかも、真田のアッパーの威力で、実はガードをちゃんとするところで、ちょっと緩むんで、一発で。はいはいはい、緩めたところに縦で振り抜けるという。で、これを僕はフルコンタクトとかで使いたい。顔叩いたら反則やったという話です。で、なので、要は軌道ですよね。内側から、より内側から200秒打ちたいから、ボディを打つときに、下突きを打つんですけど、はい、わざと、ちょっとそこから打つんです。なるほど、なるほど。すると、相手のガードは、ここにガードがあったら、ここで止まるわけですね。はい、はい。で、次、2発目を縦にして、もうちょっと打っていいから打つ。はい、はい、はい。すると、相手は同じ、次も止めれるって思うんですよ。するとそれより内側から入ってる。なるほど、なるほど、なるほど。これがね、
割と使えるんですほーほーで、僕は口やのナイフをどうした今日ちょっとつまめ返し使おうと思ってガッとパーン立てて、で、ちょっと相手が相手に倒したら、まあ、頭の中ですけどね、うん、ツバメは2羽いるよ、ツバメは2羽いるよめっちゃおる、めっちゃおる。いうふうにあのやったらすごいあの面白いですよね。いやそうですよね。はい。なるほど。っていうふうにしてあの漫画から、じゃ漫画をなんかねそこだけで楽しいじゃなくて本気でこれどうやってうまくつなげれるかなとかってっていうのをすごい好きで、はい、でもう一本他のシーンでもいっぱいあるし、はい。今度またぜひ違う技を。あのこれね、僕それちょっとここで、あのね、うん、一歩だけじゃなくて、ジョジョ編もちょっと使いたいなと思ってます。あ、ジョジョ、ジョジョ、ジョジョがあるジョジョの技が空手で使える、マジですか。イメージですよ。あの例えば、うん、ザワールドとか、ね、はい、時間が止まるじゃん。あ、はいはいはい。時間止まることはできないけど、うん、要は相手の間を制して、相手が動こうとした時にも先にこっちが止めるとか、そういった VTR 出たら前蹴りでポンって止めるみたいな。はい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 。でも僕の中ではちょっとダワールドに行こうかな。めっちゃ相手行きたい時にボーンってこう突き放して、ボーンって突き放して。そんなこと思って K-1 ジャパンのリングでやってたんかい。そんな時はまあ余裕なかった。あ、余裕はなかった。あ、そうなの。そういうのが楽しくて、でそういうのをおじさんに喋るとめちゃくちゃ良い。いや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 、あのここおじさん2人しかいいひんけど、俺はめっちゃ楽しいっすよ。いや、多分これで今あの見てるフルコン空手とかやってる人たちは、おお今度やってみようって思う人もいる可能性がありますね。絶対にもうやっていただきたいです。本当にもうツバメ返しとかね、絶対に使えると思う。要は縦剣絶対これ空手で使えると思う。これね、こうじゃなくてこうだね。そうですね。そうです。こう、まあ、これをこうするだけで。なるほど。はい、めっちゃ面白かったです。まあ、漫画からね、得られることがあるということで。いや、そういうことですよ。そういうことですよ。リアルでも、まあ、だから使えるよっていう話ですね。でも、でも一歩面白いですもんね。面白い、面白い。そうですね。すね、本当に、はい、学ぶことでいっぱいです、うん。はい。ということで、では、はい、まあ、今日はね、こんな感じですけども、また次は、ジョジョ編でいきますか。はい。ぜひ、今日、あのぜひあのコメント欄とかにあの感想書いてくださいね、皆さんもね。そうするとまた松井さんが調子乗っていろんなものを用意してくれると思うんで、ぜひ次回楽しみにしましょう。はい、ではありがとうございました。じゃあ、いよいよ映画紹介の方ですね。高さん、あ、今度声聞こえた、よかった。先週はすいませんでしたね。いえ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 、とんでもございません。はい、裏の話がおかしかったので、うん、ちょっと感動した映画を紹介しようと思うのに、うん、あ、そうですよね、笑いが面白かったですよね、テンションが違うね。では、はい、今日の映画よろしくお願いします。はい、品物コミケの高橋です。はい、先週はハムリに対してちょっと母の作品を用意してたんですけど、はいはいはい、そうです。今日はこの人もそのネタを使います。はい、はい、今ね、いろいろ介護職とかいろいろ認知症とか言われてますんで、はい、はい、ペコロスの母に会いに行くです。はい、はい、多分ね、監督つながりがね、そうですね、方が、はい、ちょっと作品になってね、はいはい、あの、赤木春恵さんがね、そうですね、初主演、そうです、初主演でね、ちょっとお亡くなりになりましたけどね、はい、銀河鶴郎さんがあの息子で、そうですね、まあ、本当にその、認知症の、親をまあ、メンティーズ、ね、の話でして、うん、やっぱり認知症っていうとすごく暗い映画が多かったんですけど、この映画でちょっと笑える外語映画でしたね。あのね、これね、実は、まあ、あのごめんなさいね、あのこれね、僕らはあんまり知らないんですけど、長崎では超有名なんですよ。ペコロスさんっていうふうに呼ばれて、みんなあの、そうそう、これなんですね、これが原作なんですけど、岡野雄一さんって、はい、長崎の人には超有名人で、あの4コマ漫画みたいなのを連載したりとかされて、それがそのお母さんとのやり取りをあの面白おかしく漫画にされてるんですよ。
でそれが長崎市民にはものすごく受けていて、はい、まあ、それが映画化されたのがこのペコロスの母なんですけど、に会いに行くなんですけど、はい、だから僕らはあんまりよく分かってないんですけど、もう長崎の本屋さんとか行くと普通にペコロスの本が何冊も置いてあるんです。この映画も一応長崎ロケ、そうですね、はい、ラストシーンがランタンフェスティバルのシーンで終わるんですけどね、非常に感動的なところで終わるんです。だから長崎に関係ある、原田智也さんとか、原田喜多ね、そうです、出た、原田姉妹のね、お姉ちゃん、そうです、この関係者の方と、ね、いろいろお会いできたんで、よかった、はい、今配信とかやってますので、ぜひとも見ていただきたいなと思います。はい、はい、じゃあもう一本です。はい、はい、今年ね、パラサイトがずっとヒットしてたんですけど、上映がちょっと止まりましたけど、はい、その時に監督特集で上映されてまして、今配信もしてます。母なる証明です。はい、はい、息子がある、殺人事件の容疑者にされて、そしてお母さんが真犯人を、まあ、探していくという話なんですけども、うん、これ韓国ならではの話って感じですよね。そうです。でこれラストね、どうやねんっていうのが、はい、アテンドするラストです。ラストどうやねん。もうこれ見ないとね。見た方がもう出しとっていいと思います。これだからこれ言っちゃうと誰かさんになっちゃうんで、ラストは言っちゃダメですもんね。もうね、それはちょっと感動的にいくんですけど、最後になって、母なのか息子なのかね、その辺のちょっとオチがアテンドします。さすが、ボンジュールの監督ね、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、はい、まあ、今回ちょっとうまいこと言ってよかったですね、はい。で勉強させてもらいます。ああ、いえいえ、まあでもこれから本当ね、ズーム時間切れちゃいます。はい、はい、まあ、これから本当にズームがねすごい大事ですから、また頑張っていきましょう。はい、はい、ということで、では高橋さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おーい、はい、ということで、まあちょっと配信と同じような感じで今日はやってみた感じですけど、どんな感じでした？お坂部さん的に。まあまあまあ、まあ、ズームのね、うん、やりとりっていうのはね、ちょっと慣れてるな。うん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 。なんかあれでしょ？最近、オーディションズームでやってんでしょ？ああ、そういう話も聞きますね。ね、うん、ね。いや、すげえなと思う。まあでも、そうなりますよね。今、行けないですからね。ね。だって、向こうも読んで、うん、何かあったら責任持たない。うん。まあ、絶対、その遠隔で何かしらやらないと。まあ、Zoom が一番、例えば LINE やったら、個人情報を渡さない。ああ、なるほど、なるほど。Zoom は多分、そのね、部屋の番号、Zoom、うん、ナンバーっていうので、はい、あれを言って、今、まあ、パスワード入れるからして、はい、やる感じなんで、直接個人情報が渡さなくていい。うんうん、それで多分自分は使いやすいのかなと。なるほど。のは思いますね。まあね、そのいろいろ言われてて、台湾のなんか IT 大臣とかは、Zoom は台湾では絶対使わないみたいなことは言ってるみたいですけどね。いろいろあるみたいですね。はい。最近だからリモートがめっちゃ流行ってるから、この間もほら NHK でリモート使ったドラマ。もう NHK がやるっていうのがね、卑怯だなこいつらと思いましたけどね。お前らやってもうたら他どないすんねんみたいな話なんですけど、でも逆に言うとさすがやなという気はしますけどね。まあいろいろね、使えるものは使っていって、まあ僕らも使わないね。え、そうですよね。うちもね、そういうふうな何かしら外に発信することも考えてたんで、そうですね。芝居でもそのリモートで芝居を実際には一緒にいないんだけどみたいなのをやったりとか、あ、そういえば、ね、この間あれですよね、漫才、あえて漫才師を家にいさせて、全部リモートで並べて漫才をやらせてみるみたいなやつもこの間テレビでやってましたね。テレビ画面の中で見るものやったらね、全然、もううまくやれば違和感ない。もう舞台はしてたらしんどい。まあ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 、まあ、本来はね。もともとっていうか、今なんかは映像と合わせながらやる舞台って結構多い。はいはいはい。逆にそれのまた進化版やと考えれば、うん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 、っていうことですね。あとお客さんがだから会場に足を運ばない。そう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 。そこが一番の問題ですね。まあまあまあそうなんですよね。やっぱ
ぱりちょっと違う、画面で見るのと生で見るのと違いがあるんで、その辺がどこまでね、できるか、どういう形で提供できるか。まあ、でもあくまでもそれって、いくらなんでもアフターコロナになったとして、それが主流ということではなく、あくまでもその時はリアルで見てもらうんだけれども、今は見れないから、まあ、代替品ではないけれども、まあ、今できることをやろうということで、やってるというのが前提だとは思うんですけどね。まあ、分かんないですけどね。まあ、どうなるか分かんないんで、まあ、いろんな形を、ね、考えていって、いろいろ、まあ、言うとそれがね、主流になればそれが主流になる。そう。今はその、舞台とかライブとかは生で見るのが主流ですけど、でもそれが主流じゃなくなれば、こっちが主流になりますからね。ついにあれですかね、そういうことですね。ツイキャスも、あの、有料のツイキャスの配信を始めました。うん、だから、登録したら、チケットをあらかじめ買ってくれて何時からの配信っていうのをツイキャスを通じてやるのに対して、その払ったチケットがちゃんとあのその人たちに入るというシステムが、ついにツイキャスがやるようなのもあったりとかするので、まあ、いろんなところがね、あのティーゲットさんとかもそうですけど、いろんなところがライブ配信で有料化するという方向に流れてるのが流れてるんですよ。まあ、それしないとね、話にならない。ね、そうですね。まあまあ、あの、エンタメも、頑張っていかなきゃいけないので、いろんなやり方でやっていきたいなという感じです。はい。もうちょっと時間になりましたんで、あの、いろんな情報をあのこのチャンネルで流していきたいなと思いますので、ぜひ興味ある方はチャンネル登録していただければと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。毎回、毎回じゃないか。今のところあのマスクを2名様に、はい、先着2名様にプレゼントしているという企画をしてますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録していただければと思います。よろしくお願いします。で、コメント欄に登録したよって書いてください。はい。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ、今日も時間来ましたので、はい、はい、終わりたいと思います。はい、ではまた次回、配信、まあ、どういう生か、録画かはちょっとあれですけども、やっていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。はい、さよなら。さよなら。